びっくりした。敬語敬礼かと思った。敬礼はしねえよ、まだ。ちくわちゃん、すげえ、ブルーベルブルーベル、ほっぺもブルブル笑う。ああ、みさとさん、ご苦労様です。クルマッチョさん、心配してみたいだって思って受けてる、笑うって、ってつぼっちゃいました。クルマンジュさん、笑うってね。今ね、クルマンジュさんのことをね、今違うことを今言いそうになっちゃった。クルマンチョさん、クリマンチョさんって言いそうになっちゃった。おかしくない、それで一人でつぼった、ね、クリマンチョさんのこと、クリマンチョさん。だから目が覚めた、お腹痛かった、お腹痛い、笑いすぎて、クリマンチョさん。ね、ちょっとかまぼこちゃん笑う、ソラちゃん笑う、ポーちゃんまたつぼった、マサコちゃんまた笑うって、クソ笑うって、クリマンチョさん。今それでお腹痛くて目が覚めたよ。クリマンチョさん、いい間違い多いって、フラ先生笑うってね、クリマンさんクソ笑うって、クルマンジョさんの名だしまえって、クルマンジョさんってって、クソマリクソよりマラマシって、クルマン笑うって、あんだバーガー気になる、笑う舌が多いですよって。そうだよね、マンチョさんじゃ困るよね、クリマンチョさんってね、舌が多いね、クソマンチャ、クソマンチョさん。それで今ね、自分でお腹痛くなっちゃった、自分で言ってね。おじさんいくらか目が覚めた、おだねと お眠になっちゃった。かわいちの石の滝様、私の名前長くて申し訳ないですねって、川のいい、これちょっと間違っちゃったのね、川八の石の滝様ね、まちょこちゃんクリマンしてて笑う、クリマンしてて笑う、ね、坊さん焼きそば作ったんかいって、作ったよ、ここの鍋にいってあるだってよ、名前長いと間違えるだってなって、そうな、河内の石の崎様ってね、河内の河内温度覚えてればいいか。さて皆さんお久しぶりよって、河内なんとかなんとかでって歌覚えとけばいいんじゃね。ねえ、
河内の石の崎様ね、ちょっと長いわよ、河内って言いづらかったよ、河内音頭ってがあるじゃない、あるよね歌でね、ねえクリワンちゃんかわいいってね、かわいいね、また書けないって、うん、こっち、うん、そらさん、ちいかわの栗まんじゅう、思い出しましたってね、ちいかわのかまぼこちゃん、れいこさん、かやくだるすんが、うわっちに来るよって嫌だね、まあ帰ってくるの、まあ嫌だわ、もう帰ってくるの、嫌だわ、ねえ、警察だった、終わりました、もう帰ってくるんだ、ああ、早いね、もう終わり、早くなる、最強だってね、そうだって、ゼロワンさんがついてるから、ツイキャス、まあ、何、えつら2000人、レコちゃん、なんか問題起こすと、えつらが増えるだって、まあ、そういう後、かやだ、かやくだ、来たって、ワッチ警察だった、多いですねって、そういう警察だったがあった、アートのナイスって増えるもんだよ。レコさんのワッチ、速報、助かるってだよ。来たってよ、警察だだ、起こしたのかってよ。かやくだるわ、許せない。よし。あれこさん、情報通りってね。うわ。こうにね、問題起こすと、帰ってまた賑やかなんだ。帰ってくると、かやくだるわ、閲覧があって、面白いだけど、アンチが多いから。普段のアイスが少ないんだよって、そうなんだ、普段はナイス少ないんだ、面白いけどね、そういう人いるよね、確かに、人気があってもナイス少ないっていう人いるよ、確かに、今はスーパー強いねって、そうだんべね、ゼロアンって人が流してるんだんべなって、もそうだよ、ゼロワン様人気あるかな、そうだよ、ゼロワン様人気ある、ゼロワンさんのなんだっけ、秘書になるって言ってたぞ、かやくだるさんは、すげえな、ゼロワンって人が流してる、かやくだるさんは声がジャパネットの高田に似てる、あのうるせえ男、あれ、あれがテレビ出ると私は静かにしてくれ、耳栓台よこせって言うよ、あのジャパネット高田のコマーシャル、うるせっぺ、耳栓台よこせって言うよ、声高いですよねって、そうだよね、相原が見ててうるせえから、ちっちゃくしてくれ、ジャパネット高田やだってね、あれせがれかい、親父がやった時もうるせかったで、あ、しげしげちゃん、いつもありがとう、ナイスをしました、ありがとうね、しげしげちゃん、あーぽーちゃん、言い方があるだろう、笑う、ぴょんちゃん、かやく、どんどんナイスが増えてるよ、怖い怖い怖い、ぴょんちゃん怖い、そのナイスこっち回すわけいかねえかい、似てるけど息子じゃねえんじゃないって、魔法の少女さん
ナイス落ちました、ありがとうありがとう、ほらほらだわよって、ほらだわよって、僕の彼がジャパネット高田で空気洗浄機買ってきたことありますよ、笑うって、最近ジャパネットから浄通剤買ったよって、5980円だったってね、よしもレジだってよ、ちくわちゃん長時間5分、あ、時間よってヨムグレープも好きやすって551、ありがとうありがとうね、回すわよんじゃ、ありがとうレジ1分、ありがとう。